どうも、調子してみようです。バクです。ということで、今回もですね、ウィニングイレブンアプリ2020やっていこうと思うんですが、今回はね、まあ、アイコニック選手、まあ、ルンメニゲとか、イネスとかね、前線の選手もいますけど、後ろの選手もいるよということですね。今回紹介するのは、プジョルですね。プジョルね。ということで、プジョル、まず身長がね、178センチということで、まあ、唯一の欠点はここだよね。そう、センターバックの選手にしては身長は低いんですけど、ただ、両サイドバックまずできると。うん、左はまあ、適切つけないといけないんですけど、アイコニックということで、見上がりすると、ボールコントロールとか、フライパスまでが結構高いと。ヘディングが93、スピードと瞬発、ここが85、88あって、ジャンプ、フィジカルコンタクトがカンスト強いで、ボールダッシュ、アグレッシブにそのカンストしてるんですよ、うん、で、まあ、ディフェンス率も96でということで、使用感がいいですし、この選手ってコン8でセンターバックには珍しいワンパとかルーレット、これあとロングスローとかも地味に持ってたりとか、アクロバティッククリア持ってるから、そう、結構ね、あのスキルも優秀で、しかもプレイスタイルがハードプレスなんですよ。アイコニックプジョル使っていこうかなと思います、はい、今回お互いにあのアカウントでプジョル持ってるんで、はい、まずフレマでね、そうですね、フレマで6分ハーフでまあ2000やって、その後にオンラインでね、ブラックモチョの赤の方でオンラインもやってて、うん、4試合か3試合ぐらいやってるんで、まあ、ちょっとプジョルのシーンと、まあ、得点シーンとか、うん、まあ、そこまでね、やっぱり6分なんで、プジョルのなんかブワーみたいなシーンは出ないけど、ただ優勝優勝であの相手のねフォワードを止めてるシーンあるんで、ちょっと切ってあのお見せしようかなと思って、まずフレマね、いきましょう。さあ、ということで調子まず好調ですね。こっちも好調。まあ1試合はねセンターバックで使って、ちょっと1試合ねサイドバックで使おうかなと思いますね。なるほど。まあワンパあるし、ルーレットあるし、結構足元系もあるんで、多分前線のねあの上がってきた時にもいいプレーできるんじゃないかな。だから DMF のね適性がね本当にあったらね、めちゃくちゃ多分みんな DMF につけて使ってたんじゃないかなっていうレベルだよね、うん、ワンパあるしさ、本当にスピードもねやっぱそこそこあるっていうのがいいですね。まあベースはちょっとバルセロナにしないといけないけど、そうそう、プジョプジョプジョ早い、おぉぉぉ、体体残せるね、残してきて、あぁバリオス久々にいるから、うん、中央にどっちで構えるな、さあここ抜けて暗いおじさん、あカエラ、うおぉすごい、何これ結構抜けるな、ここ足対ゴーゴー、うわすごい、ね、観客にイラつくやついたんかな、ルンメニゲ、こぼしの反応もピカイチですよ。バディ。いいじゃん。やべ、走ってる。キリアン、やめろー、いやぁー。やべ、飛び出し良すぎない。いやこんなに来る子だったっけ、すごいね、これ、プジョルでも滑ってたけどね。こんなに来る子だった、これ A。これ A ですよ、今週。てかさ、なんか今思ったけど、プジョルから縦パスのさ、バティのトラップやばくね。だからプジョルがやられたんだけどね。そう。ついてなかった。まあしょうがない、あれは。まあ、あれはしょうがない。あれしゃないよ。リバップ。おぉ。プジョル、プジョル、足逆に攻めちゃう。いや逆に攻めちゃう。体。やるな。プジョル、こっちのプジョルも。こっちのプジョルも。粘れ、トティオ。プジョル行け、プジョル、うわ、待った、プジョル、おじさん、うわマルセロは狙い目、プジョル邪魔じゃ、やばい、イニエスタじゃ無理か、おお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 、うわ、決まればスーパーゴールじゃん。いつも隣のクラスに来ないやつ来たからびっくりしたよ、みんなこいつ隣のクラスだったんちゃうんかって言ってるよ、すごい今の、いつも別に隣のクラスに遊びに来ないやつだったのに、あの挑発のやつ、あ、やばい、女子高室、もうあれでしょ、あったっけ、あったっけ、いや、でも最後やらして、やったぜ、熱いなこれ、頼む、よっしゃー、腰すごない？腰がすごいね、ルンメニゲさん。よいよいよ、ちょっとファウルなんじゃないですか？運営。やめろや、この抜き、うん、なんか抜き出し。おお、こう。うわあ、ファウルでしょ？ファウルでしょ？じゃ勝手に滑ってんのよ、これ。これさ、集計入れた？集計入れた。だから、私じゃないよ。あの人が滑らしてきたんだよ。
せ、あたしじゃない、あたしたちじゃない、あの人がまっすぐに来たな、プジョル。いやだからこれ俺滑ってねえのに勝手に集計すると滑っちゃうんだよ、こいつすごい。どうしたこの昨日のあの、あのあれみたいだったね、クルトワみたいに。すごいやっぱり集キャンを入れると世紀末ゲームになるぞ。あ、これ見よ見るね。ちょ待って、プジョルでいく。見るからね。見るね。見るよ。いや画面に映ってんねおいこらまあ見ない見ない見ない。よいしょ、見たろな。あと一戦だね。ちょっと危ねえ。でもプジョの攻撃参加がね、ちょっとびっくりしましたけど、次はもっと上がらしちゃいます。さあ調子ドン、紅茶もうね上げちゃいます。ちょっと待って、俺新たにオバメ連れてきた時オバメ絶不調なんだけど、またカールハイツおじさんじゃん。来たプジョ。ここ1と5、位置高。プジョ、いやー蹴ってくんのかい。プジョ位置高いからね、気をつけて。おお、おーすごい。いや無理か、厳しい。ナイス、ナイスイニエスタシ。よいしょ、いつの弱点出た、カールハインツおじさんの。やべ、最後雪崩みたいにしてやられた。いやプジョル良かったね、ここに上がってきて。あーやだ、もうプジョル疲れ切ってんじゃん。そう疲れ切って、もう使い果たして。えスタミナそんなないんだっけ。スタミナはねそこまで高くはないと思う。やっぱセンターバックじゃねえか。いやでもサイドバックでもやっぱ結構良かった。今プジョルからやられてっからね、お兄さん。終わったー、よーしはい、ということでですね、ここもオンライン戦でね試合見ていこうと思うんですが、これブラックモチャーカーでやってるんですね。なるほど。ここサラーでかわされていくんですが、プジョルの素早い反応から、いやーこれよ、プジョナイスライ。このパス、ちょっと取らなかったけど、プジョルやっぱ反応早いね。反応がボールに対しての反応がすごい早くて、アグレッシブス99でしょ。そうところなんですよね。まあ、こうちょっと攻撃シーンもまあ交えながらというところでね、ただこういうのがねなかなか入らないんですよ、シュートが。ちょっと伸びたね。そう、ここキャンベルね、ここはキャンベルがね、まあ、潰していったというところなんですけど、さあここイニエスタ、ここね決めていきたい。トッティ、よいしょとこ回ってきて、いいフライド回ってきて、みんないい動きして、おお、みんな、ああ、なかなかねこの試合はね入んないっていうね。相手これ誰だ、クルトワ。クルトワか、止めるんだよね、クルトワ。なのそうだね、あーっていうね、珍しくない。そうだね、何回も。そうただこれ後半入って、後半にねやっぱこういう時、アルシャビンともベン・イエデルとチャルフ切ってるんだけど、こういうの入れていくとちょっとね試合がね入ってきた時に、さすがのチャルフがここで決めてくれるわけです、うん、そうですね。こういうのもやっぱり大事で、なんかもう入んないなと思ったら3枚が変えちゃって流れを変えちゃうみたいな感じでやっていくと、結構いいのかなっていうふうに思いますね。相手の方が突然されていったということで、まあ本来こういう形でね、あの左のまま CB みたいな感じで、右でもいいんだよ、あの本来だったら右サイドもいいけど、左サイド薄いのかな。そう、ちょっと薄いぐらいの、どっちでもいいと思うんですけど、もうあのだから俺ねサイドバックで使ったんだけど、サイドバックでもいいぐらい、うん、私ちょっとスタミナがね気になるんで。まあそうだね、87なんですよ。だからそこがちょっとね、あの赤になっちゃうっていうのがあるんですけど、さあここ分目にで、ドライブ、ここ流れて、よいしょ、うん、こういうオンライン戦の中でも、プジョルの動きに使う。そんなにやっぱ前線の選手ほどはガツガツは出ないんですけど、さすがにそれはね、そうちょっと守備面で出てくるかな、ここ出るかな、このシーンね、キミッヒで中ビエラ使われて、ここディエゴ・マラドーナ入ってくるんだけど、ここプジョル、ガツッと取って、やっぱアグレッシブエース99で、あのなんつうの、下の方にいる CB と反応はやっぱ全然違うね。ここもプジョルがここ寄せに行くんですよ、キャンベルって入れ替わるでね、ここね、キャンベルサイドですから、ほら、あ、キャンベルサイド来ました。でここで取るっていうところなんですけど、あの、ね、もう一つあるのは使用感として結構使いたいなと思うのは、要はあのマナラスとかってスルーパスに反応した時に、当たってビヤーンと伸びるじゃん、コンボ、あれでね、プジョル取って、伸びるじゃん。ただね、プジョルしっかり取り切ってくれる、その伸びなくなるボールが、なるほど、よくあるのね、よくあるの
ムがスルーパスとかフライパスとされて、うん、メントラップしてビヨーンって伸びるじゃん。それがプジョルってあんまりない。それ何かっていうと、あの足元系が結構まあまあ高かったりとか、あとボディコンがね、やっぱそれでね、82とかもあるんですよ。フィジカル92もあって。だから、そういうのも結構強いところなのかなってやっぱ思うね、使ってて。身長ちっちゃいんだけどね。うん、さあ、ここもベン・イエデル、ベン・イエデル、ベン・イエデル！いや、すごい。ここね、1対1の状況の実力をベン・イエデル決めて2対1になっていくと。ここ危ないぞ最後ロナウジーニョ、ロナウジーニョ、ここプジョル、ここね、よいしょ。今のも、まあ、相手のお前のなんですけど、ワンチャンあの取られる形はある、うん、足つつかれる可能性がある。ただ今グッと粘ってるでしょ。あれボディコン82あるのでかいですね。ディフェンスの選手も意外と事故る選手が多く、おいおい、ロンメにゲッドゥーみたいな、まあ、さっきの話の続きなんですけど、事故る選手ってボディコントロールが低い。そう、フィジカルコンタクトはめちゃめちゃ高いんだけど、自分がボール持った時にそのボディコントロールが低すぎてつつかれるっていうので事故っちゃうんで、意外とね、本当に今そういうのをなくしたいっていう場合は、うん、ボディコントロールも高い選手っていうのは結構大切ですね。だからそれこそ、まあ、クリバリ・ファンダイクとかって、うん、ボディフィジカルがすごくて、うん、でセンターバックの、まあ、でかくてっていう選手はいいんだけど、逆にあのサイドに置く CB とかはそこにちょっとこだわりたいなっていうのは、うん、やっぱあるね。どっちも数値も高い方がいいっていうのはね。そうだね、確実にやってた。ここをイニエスタ奪われてプジョル、こういうサイドの選手ってこういうなんつうの、相手のスルーパスを出されてくるのが多いんで、このトラップギアがでかくなられると困るんですよ。そこがね、やっぱ結構大事なのかなって。ルーメニゲー、よいしょ、すごいな。アイコンってね、ルーメニゲーともイニエスタと、まあ、シャビはね、まだ紹介しないけど、シャビも結構強いし、うん、まあ、そこら辺もね、もう紹介の余裕があったりしていこうかな。アイコンってどれぐらいのペースで来るのかっても気になるけど、ここ、サルキャンベル、ここプジョルね、ちょっと見て、うん、見て、細かい、ここ、これ ね、 ね、あんまできないから、これね、あの 100% 断言できる、マナビスできないから今の。ただ、だから言えばサイドバックの選手とかだったら他にもできる選手いるけど、 ただその人の場合は守備力がないんですよ。そう、こんなないよ。マジであれだよね、ほんとスタミナだけだよね。スタミナだけ、てかマジ強いこいつ、ほんとここもね、プレッシャーかけて、プレッシャーかけて、吹っ飛ばしてみたいな、高い位置からこう開けて、で自分でこう上がっていけるみたいなのができるんで、ほんと身長が178センチなんで、ただね、PSO だと結構あのセンターバックに使ったりとか、上狙われてね、ヘディングされるんですけど、アプリだとね、結構センターバックでもいいぐらいだし、あの右サイドで左サイドの適切つけて、左サイドでもいいかなって感じなんで、サイドバックでもいいんですけど、サイドバックにする場合は、スタミナがちょっと心配なんで、あのサイドのね、センターバックっていうのが、まあ一番のおすすめということで、持ってるだけでね。やっぱりだいぶ違ってくるんでね、はい、まあぜひね、まあほとんど多分持ってる人は入れてると思うんだけど、そうだね、使ってみてほしいなというふうに思います、はい、まだまだね、うん、まあ、今週もまたアイコニック来るか分かんないけど、楽しみですけどね、また来たらね、どしどし、まだ紹介してないアイコニックとかも言うんで、そうだね、そこら辺もね、紹介していこうと思うんで、はい、そういった動画も見たいよって方はですね、ぜひチャンネル登録、高評価してもらえるとありがたいです。勝者ボー。